はい、あの大仏からまた進みまして、反対側にある山の方までね、今進んでる途中なんですけども、多分この辺にちょっともう暗闇で分かんないんですが、まあ大体なんですけども、なんか入り口があったような気がするんですね、大体この辺に。もうちょっと進んでみましょうか。お付き合いください。あ、でもこの奥はね、もう完全にちょっと行けなさそうですね、ここからじゃあ。あっち側行くしかないな。一回戻ろうか、またさっきのどこに。なんか落としたな。あ、大丈夫、こっちで大人さを使ってくれ。あ、ごめんね、じゃあ行かせていただきます。あぶ、でもこんだけ動くとね、だいぶ暖かくなりましたね。どう、国長、そっちから行けそう？厳しい。こっちから行くしかないな、これ。まあ、細いちっちゃい道あるんやけど、これ、しゃがまな無理だね。ここね、行けそうだね、こっから。このちょうど、この辺りはなんか行けそうな気がするんですよ。国長、こっちから行ってみる？もう最悪。これなんだ、まあ、行けるんですよ。しゃがまるな。なんかね、こう、勘なんですけど、こっから行けそうな雰囲気はしてるんですよね。大体か。ただ、綿がいっぱいありますけどね、その代わり。なんか冬やったらいけるんじゃないかなっていう、ちょっと、感じがしたんですけど、これ逆ですね。まあ夏は夏でもう、ちょっとボーボーやと思うんですけど、草がね。でも冬は冬で厄介なものがたくさん生えてます。こっちから行こうか。ゆっくり行きますわ、今から。ほぼ強行突破ですけどね、なんか。あ、でもなんか見えてきましたよ、ゴールというか、なんというか、この道で合ってる感じはしますね。でも前行ってたルートと似てますね。ただ一つ違うのはやっぱこの木が邪魔してますね。一応、まあ、出てきましたけど、 あったわ、入り口が。あったで。ちょっとここにおってな、見てくるわ。ちょっとここ危ないから。ただ問題はね、入り口はね、ちょっと分かったんですけど、分かりますかね、皆さん。入り口はここにあります。迂回した方がええな、ちょっと。迂回しましょうか。ちょっと、ゴールは見たんですけどね。迂回します。はい。ちょっと待ってくださいね。ね、今ちょっと。苦戦続きあったんですけどね。降りる方でどうしようかっていう感じで。で、クニッチは先に運動神経が一番いいんで、パッパッパッパ降りていったんですけど、ウプヌシとドクターはちょっと、また迂回して探そうと思ってます。あ、この辺やったらね、行けそうですね、頑張れば。行けるな。危ね。おい、下水あるか、気をつけろよ。水あるな、確かに。大丈夫、あんな、ここ、やばいわ。え？やばい。ヒーターでもつけてるんちゃうっていうぐらいで、ちょっともうゴールが目の前なんで、
こは強烈ですね。やばい、ここは後半戦第一弾としてはふさわしいんじゃないでしょうか。あ、入りました。うわー、生トラかくない。とりあえずこの時期じゃないな。それはまあどか、あれやね、あえてここバリケード作ってんな、これきっと。生温かあったかい、あっちゃあったかい。うわ、やばいやばい、ちょっとカメラがね、白い霧にね覆われてるんですよ、ここだけ。他は？で、熱が分かりますね、皆さんね、これどんだけこうあったかい熱がこうここから出ているかという。まあ、気を分けていけば何とか入りたい。ちょっと分けてやく、一応ここだけ。もっと